外で仕事働いてるから、まあ、ちょっと気持ちも分かりますね。あ、淳吾さんどうですか、日本の文化とか習慣に合わせたっていうことありますか。そうですね、本当は文化的にはブラジルと日本は結構違うんですけど、まあ慣れることもあるけど、まあ、僕の子供たち今2人でいるから、まあ、まあ小さいからずっとで学校がいるのでまあちょっとなりましたので、もう全然今問題ないね。結構厳しい状態で日本であるけど、逆にはルール守ってるので、それすごいいいことになります。淳吾さんお仕事をされていて、ちょっとブラジルと違うなって感じることあります？まあそうですね、この偉いことね、本当は社長とかあと下の人の関係は結構、まあ日本のイメージが結構偉いすぎる。結構社長の喋った後に結構みんなが本当はね、はい挨拶でしてる返事だけで言ってる、まあちょっと怖いこと結構状態になりますね。ブラジルの方はもうちょっとオープンしています。まあ硬いことがあるけど、ほとんどは話できるぐらい、ね、まあうちの会社は社長と本当はコミュニケーションできてるから、ね、その言いたいことはならないね。なるほどね、確かに日本まあちょっとなりましたので、もう全然今